フランケンシュタインの逆襲はメアリー・シェリーのフランケンシュタインを原作とし1957年に制作されたイギリス・アメリカ合作のホラー映画。制作はハマーフィルムプロダクション、主演ピーター・カッシング、監督テレンス・フィッシャー。第二次世界大戦前に大きなブームがあったが戦後停滞傾向にあった古典的なホラー映画の分野を 本作のヒットにより復興させた近似動的作品である。同一放題のフランケンシュタインの逆襲とは無関係。スイスの三幹部。両親を早くに失い男爵家を相続した若きビクター・フランケンシュタインは家庭教師のポールを助手として生命に関わる実験に取り組んでいた。生命の蘇生に成功した。 ビクターだが、それに満足することなく生命の創造へ向け付き進む。死体を集め、優秀な脳を入手するために殺人まで犯すなど、情動を逸した手段も辞さない。そしてついに人造人間は完成するが、移植した脳に障害が生じたため、人を見れば襲って、殺そうとする凶暴な怪物としての誕生だった。イギリスの映画制作会社、 ハマーフィルムプロダクションは1955年 SF ホラー映画原始人間を世界的にヒットさせた。次にハマーは配給会社からの要請で1931年にアメリカのユニバーサル映画が制作して大ヒットした古典派ホラー映画の名作フランケンシュタインのカラーフィルムによるリメイク的作品として本作を企画する。 ユニバーサル映画は1931年以降、ドラキュラやフランケンシュタイン、エドガー・アランポー作品等のゴシック小説を題材とするホラー映画を量産してブームを巻き起こした。しかし、1940年代半ばにはそのブームも失速し、第二次大戦終戦頃を最後に本格的な古典派ホラー映画の制作はほぼ途絶えていた。ハマは、 主役のフランケンシュタイン男爵に、当時英国テレビドラマ界のスターであった、ピーター・カッシングを招聘、怪物役にはまだ無名に近かったクリストファー・リーを、配した。企画初期には、怪物役に、ユニバーサル版で怪物を演じた怪奇映画の大御所、ボリス・カーロフを招聘する案もあったとも言われるが、実現はしなかった。監督にはいくつかのハマー作品を手掛けてきた。 テレンス・フィッシャーが起用された。リーが演じた怪物は、ユニバーサル版とは、イメージの異なる、死体を継ぎ剥ぎしたようなグロテスクなデザインとなっている。これは、ユニバーサル版、フランケンシュタイン・モンスターのデザインが、著作権の問題で使用できなかったためとされる。しかし、監督のフィッシャーは、新しいイメージの怪物を想像しようしていたので、 あえてユニバーサル版の踏襲に関わらなかったとも述べている。怪物の造形については、ユニバーサル版の印象が一般に強く浸透しており、新機軸を試行したハマー版の評価は良くはなかった。しかし、閉鎖的な空間で生命の実験に邁進するマッドサイエンティストとしてのフランケンシュタイン男爵の狂気と、それにより巻き起こされる恐怖の数々、 その男爵の意外な形での破滅を中心に描いた本作は世界的なヒットを記録した。これに続いて制作された吸血鬼ドラキュラのさらなるヒットにより、ハマは以後20年近くにわたりホラーメーカーのトップとして君臨することとなる。そしてまたカッシングとリーも怪奇映画の国際的スターとなった。翌年には早くも続編。 フランケンシュタインの復讐が企画されるが、イメージの固定化を嫌ったリーは、出演を辞退。カッシング演じる、フランケンシュタイン男爵が新たなる生命の実験を、続ける内容で制作された。それ以後も、同じ思考で、シリーズ化され、1974年まで、合計6本のシリーズ作品が作られた。本作の世界的ヒットにより、古典派ホラー映画は再び脚光を浴びた。 ハマーは1970年代初頭までカッシングが出演しない映画も含めて7本のフランケンシュタイン作品、9本のドラキュラ作品をはじめ多くのホラー映画を制作した。また、ハマー以外にもイギリスのアミカスプロダクションは主にオムニバスホラー映画の分野で両作を生み出し、アメリカのエープは1960年からポー作品を原作とするホラー映画を 連続制作するなど、本作のヒットは古典派ホラー映画の分野に最高をもたらした。フランケンシュタインの逆襲本作フランケンシュタインの復讐、フランケンシュタインの怒りフランケンシュタイン氏美人の復讐、フランケンシュタイン恐怖の生態実験、フランケンシュタインと地獄の怪物、ありがとうございます。